してるわけじゃ。タンクローズ、スーピーを連れ去った罰だ。なんか飛んでったよ。ひょっとしてスーピーたちが探してる宝物ないじゃない。なんだって。どうする、手伝ってあげてもいいよ。愛しの妹のためにね。うるさい。スーピーがみんなに迷惑をかけたんだ。兄が責任を取るのは当然だろ。そうくると思ったよ。僕がやらないと。We'll be right back.
邪魔をすると容赦しないからね。僕がやらないと。
邪魔をすると容赦しないからね。
んだろう。おじい様が亡くなったわ。え？嘘。私たちも一生懸命手当てしたんだけど。私のせいだ。私が殺したんだ。違う、あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ。全てあいつのせいよ。でも安心して、おじい様を助ける方法がまだ残っているわ。どういうこと？願いの音符を全部集めて私たちの願いを叶えるのよ。じい様を生き返らせてって。じゃあおじいちゃんは？まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。僕がやらないと。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そしてサタンクローズもいる。これで全部解決するんだな。気をつけて、ヤツの作った幻覚に惑わされないで。負けないからな、サタンクローズ。
ず今ここでケリをつけてやる。あれ、男の子の匂いがする。君もしかして男の子かい？え、なんでわかるんだ？かわいい女装の男の子。わーい、大好物、いただきます。お前は絶対に許さない。もう怒ったぞ。お遊びはこれまでだ。あ、たまに来たもんね。やばいよ、あいつ本気だ。覚悟しなよ、やられたらただじゃ済まないんだからね。